どうもこんにちは。朝食会場はですね、全体図はこんな感じでございます。エレベーターを降りてすぐに、食器なんかがあってですね、お食事が、ご用意されております。そしてこちらが、ジュースだとかコーヒーとかね、紅茶なんかがございまして、左手がおかず、右手もおかず、それからフルーツ関係が並んでおります。この辺はスープとおかゆでしたね。まあイメージ的にはどうなんでしょう、やっぱ中国の方、韓国の方、キムチなんかもありました。キムチはめちゃめちゃ辛かったですから、イメージ意識されたお料理になるのかなと思います。ただまあね、ベトナム料理もたくさんありました。あ、スープ、スープ、おー、いや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 、ワン、ワン、うん、Thank you。彼がまあね、多分メインの料理長みたいな感じになると思うんですけど、非常によくしてくれてですね、とてもね、親日家の方でしたよ。なんかもう綺麗、コーヒー、これのカフェ、うん、いや、どこにあるのかな。ああ、ここにあるね。バッティカバン、ザ、これ、うんうん、マジンザパン、Thank you、おお、Thank you、Thank you。朝から、朝から美味しいのを作ってくれました。おお、これをじゃあ入れて、これもじゃあちょっと香り付けに入れてみましょうか。こうかな。いった、カット。ああ、これはスパイシーでしょ。チリ、うん。ああ、これは何だろう。コリアンダー。ああ。これは？タクシー。オーケー。Thank you。じゃあちょっといただいてみましょう。このコーヒーは後だな。本当に朝からですね、中華系の方は元気で、大声で笑いまくっておりましたね。今日も元気です。こういうの置いてきちゃった、こんな感じです。うん、あ、なんかすごく薄味なんだな、だからいろいろ入れた方がいいって勧めてくれたのかな。味が薄い。うん、朝からうるせえな、本当にノイズだね。なんで公共の場でね、ああやってペラ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 喋るのかね。やっぱね、タイにいるとタイ人はそういうこと分かってるからね、わきまえてるから静かなんだけど、自己主張が強すぎだね。子供たちも全く家だと思って、うるさくてしょうがない。いやだね、品がないね。どうですか、朝からちょっとね、あのムード歓迎できます。私はちょっとね、もう毎日だとちょっとやっぱ嫌になっちゃいますよね。ちょっと愚痴をこぼしました、ごめんなさい。やっぱりね、こっちはフランスパンを食べないとね。最後にフランスパンをちょっとだけいただきましょう。いやー、これはいい時間だ。一応ミルクもちゃんとあるね。これコンデンスミルクかな。ね、これはあれだね、ベトナムコーヒーだね。コンデンスミルクだけでいけるかな。
や豊かな時間ですよ。ちょっとね、今回はですね、皆さんにご紹介したいと思うんですけど、今回もね、これ初めて旅で履きました。で、何がすごいかと言いますと、このポケット。これが、ここにポケットもありますよね。で、ここにも入ったんですね。で、こっち側もここにこう耐えるんです。で、ここにも普通のポケットも。これもついてますね、最初は。ベルトがここで、ベルトがここで、これがですね、なんとこのチャックを開けるとですね、こんな感じになりますね。それだけではないんですよ。こうやって取れるで、これがあるので、そのままこれがですね、かけるとバッグになるんです。で、ここはこうやって使いますこの状態、こういうふうに切り離せるだなっていうのがあるんですけどね。そんなワークマンですけど、もう市販されてないので、実はここをですね修理して大きくしてもらいました。お客様にいただいた大切なズボンでございます。初めてこのベトナムの地で履きます。ありがとう。そしたらじゃあちょっとだけプール入ってみましょうか。なんかねそんなに冷たくないから大丈夫。なんか僕のイメージだとねベトナムのプールは冷たいイメージなんですけど、まあ冷たいっちゃ冷たいんだけど、まあそうでもないかな。こんな感じです。さっうわここから深いな。さっきまでは雨でしたけどちょっとここから深くなるのでこんな感じ見えますか。まあでもつま先立ちしてればもっと深くなるのかな。もっと深くなるのかな。何を言ってるかわからないのでごめんなさいね。この辺りはねもう完全に足がつかない状態で奥に行けば行くほど深かったですね。でもすごくね景色も良くて、とても気持ちがいいプールでございました。まあ水質はねそんなに良くはなかったですけど、なんかねここ足つくかつかないかぐらい深いや。こっち側に来れば来るほど深いことが分かりましたけど、まあ景色的にはこんな感じで、でもねこれだけの景色のプールがあって朝食がついて2000円いかないんですよ。雨降ってきちゃったな。また信じられません。ちょっと私には信じられないです。ということでちょっと泳ぎましょう。泳ぎが苦手なので足がついた方がいい。あそこのサウナは使えるのかな。なんか昨日話した彼は使えるとか言ってましたけどね。これ使えるのかな。いかがでしたか。今回は、レストランのですね全体像、それからフォーの、お食事がこんな感じですよというところと、ワークマンのですね私がすごく気に入っているズボンを、一応解説をさせていただきました。この後はですねまだまだすごく楽しいゴールデンブリッジですとか続きますので、チャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。そうそうトムさんたちも来ますのでぜひご覧ください。それではいつも本当にご視聴の方ありがとうございます。これからもねまだまだ旅は続きますので、楽しみにお待ちいただければと思います。それではありがとうございました。バイバイ。また見てね。